皆さんこんにちは。ボーカロイドで遊ぼうご覧いただきましてどうもありがとうございます。講師の小泉です。この動画はボーカロイド6で音楽制作を一緒にやってみようという動画になっています。誰でも知っているカエルの合唱をボーカロイドで作ってみましょう。音楽の知識がなくても遊べますので、ぜひ最後まで一緒にやってみてください。ボーカロイドソフトウェアを使う前に機器の準備をしておきましょう。ボーカロイドソフトウェアはパソコンのソフトウェアなので、パソコンの音が聞こえるようになっている必要があります。イヤホンなどをパソコンに接続して、パソコンの音が聞こえるようになっているか確認をしておいてください。もしくはオーディオインターフェース等の機器をパソコンに接続し、音が出るか確認しておきましょう。この動画の音が聞こえていれば大丈夫です。それでは、ボーカロイド6エディターを起動してみましょう。Windows のスタートメニューからボーカロイド6エディターを探して起動してください。見つからない場合は、ボーカロイドと検索ウィンドウに入力していただくことで見つけることができます。ボーカロイド6エディターを起動すると、ホーム画面が出てきます。ニュープロジェクトとオープンを選ぶことができます。ここではニュープロジェクトを選んでください。ボーカロイド6エディターでは一つの曲をプロジェクトという名前で呼びます。ニュープロジェクトというのは一つの曲を新しく作り始めるというようなニュアンスになっています。制作を始める前にボーカロイドの仕組みを理解しておきましょう。ボーカロイドソフトウェアはボーカロイドエディターというデータを打ち込んでいくこちらのソフトウェアと、そして声が出るボイスバンクという2つを組み合わせて使用するようになっています。ボイスバンクをインストールすると、ボーカロイドエディターでインストールしたボイスバンクの声が出せるようになります。これからボーカロイドエディターを使っていきますが、便利なのがインスペクターというセクションです。画面上部右側のこちら、I。インスペクターのボタンを押してインスペクターを表示させましょう。インスペクターは選んだデータの情報を表示するセクションで、現在どのような状態になっているかを確認することができます。はるかというボイスバンクが選ばれていますので、はるかの画像が表示されています。インスペクターを見ながらボーカロイドエディターを使えば自然とパラメーターを覚えられます。ここから先の内容ではインスペクターを表示したまま進めていきましょう。こちらの薄い赤い枠をクリックしてみましょう。この薄い赤い枠はパートと呼ばれています。クリックするとインスペクターの内容が変わって、選択したパートの情報が表示されるようになりました。ボーカロイドエディターでは横の1行をトラックと呼びます。音楽制作ソフトにおいては1行をトラックと呼ぶことが多いので覚えておきましょう。画面下のこちら、鍵盤がある画面、こちらはミュージカルエディターという名前がついています。左側に鍵盤の絵があり、右側はマス目のようになっています。このミュージカルエディターでデータを入力していくことになります。なお、ボーカロイドエディターにデータを入力する作業を打ち込みと言います。音楽制作では音楽データの入力全般を打ち込みと呼んでいます。それでは C3 と書かれた鍵盤を押してみてください。C というのはドレミファソラシドのドのことを指しています。押してみましょう。鍵盤を押すと、ボイスバンクが押した鍵盤に合わせて発音をしてくれます。もう音は出るようになっているんですが、これからカエルの合唱を打ち込んでいきたいと思います。カエルの合唱を打ち込んでいく前に、カエルの合唱のメロディーをね、思い出していただきたいと思いますので、まずは楽譜をご覧ください。思い出していただけましたでしょうか。それでは、ドレミファミレドというメロディーを鍵盤で押してみましょう。必要に応じてスライダーを使って位置を調節してください。それでは、ドを押します。続いて先ほどのメロディーをこちらの鍵盤を使って演奏してみてください。はい、演奏できたでしょうか。このようにマウスでクリックして演奏ができるんですが、かなり大変ですよね。何回再生しても同じ演奏をしてくれるようにデータを入力していきましょう。まずは鉛筆ツールを選んでください。鉛筆ツールの横にグリッド8分の1という表示があります。これはボーカロイドエディターの入力の細かさを8分音符の長さにするという意味です。8分の1になっていない場合はプルダウンメニューを開いてメニューの中から8分の1を選択してください。では準備ができたので鉛筆ツールを使ってメロディーを入力していきましょう。カエルの合唱は最初からしばらくの間は四分音符という長さの音符を使ったメロディーが続きます。ご覧いただいているミュージカルエディターはマス1つが8分音符という長さ、マス2つが四分音符という表示になっています。したがって四分音符を入力したいときはマス2つの長さを使って音を入力します。ドの高さに鉛筆ツールを使ってクリックして引っ張る。はい、これで音が入力できます。ドの音が入力できました。続いてドレミファミレドというメロディを入力してみましょう。はい、入力できました。もし入力がしにくい、画面の表示サイズを変えたいという場合は、ミュージカルエディター右下にあるプラスマーク、こちらを使って表示領域を変更することができます。またはスライダーを使っても表示の大きさを変えることができます。メロディーではドレミファミレドの後は四分休符という長さの休みがあります。休符については何も入力しなければ自動的に休符になりますので、このままで OK です。一つのフレーズが入力できたので、最初から再生をしてみましょう。画面上部のコントロールというセクション、こちらで何もしていない時に四角停止のボタンを押すと曲の最初に戻ります。停止状態で再生ボタンを押すか、キーボードのスペースキーを押すことで再生が始まります。音が出ましたね。入力した通りに歌ってくれました。細かい調整をしなくても非常にスムーズに歌ってくれているのがお分かりいただけたと思います。これがボーカロイド6で新しく搭載されたボーカロイド AI が生み出すボカロサウンドです。同じように残りのメロディーを入力していきましょう。次のメロディーはミファソラソファミというメロディーです。同じように入力してみましょう。鉛筆ツールを選んでミの音からスタートです。ミファソラソファミできました。ここから先はメロディーのリズムが少し変わります。ドドドドというリズムですね。音があって休符という順番で並んでいます。全部四分音符の長さで音と休符が交互にあります。音の高さはすべてドの音です。ド休み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 と、これで入力ができました。続いてのメロディーはリズムが変わります。四分音符ではなくて八分音符という長さの音符が出てきます。八分音符というのは四分音符の半分の長さの音符です。四分音符は2マス分を使って入力しましたが、八分音符なので1マス分になります。音の高さはドドレレミミファファと入力していきましょう。このセクションではすべてが八分音符の長さなので、四分音符の半分の長さで入力をしていきます。できました。ドドレレミミファファというメロディーの後は、ミレドと下っていくメロディーです。長さは四分音符に戻ります。できました。最後までメロディーが入力できたので、最初から一回聴いてみましょう。果たしてちゃんと歌ってくれるでしょうか。停止ボタンを押して最初に戻って、再生ボタンまたはスペースキーを押すと再生ができます。見事に入力した通りの音で歌ってくれました。皆さんのプロジェクトではいかがでしょうか。カエルの合唱を入力してみたんですけれども、歌詞が全部「あ」という言葉で入力されているので、ちょっと味気ない感じになってしまっていますね。入力した音符に歌詞の情報を入力してみましょう。ドレミファミレドという音の名前を歌詞として入力していきます。入力するときは、入力した音のうち最初の音を選んで右クリックするとメニューが表示されます。この中から歌詞の流し込みというメニューを選択してください。歌詞の流し込みウィンドウが出てきました。歌詞の流し込みウィンドウに歌詞を入力すると自動的に歌詞を割り振ってくれます。ドレミファミレドというカタカナを歌詞として打ち込んでみましょう。ドレミファミレドはカタカナでもひらがなでも大丈夫です。ここでは一旦カタカナに変換をしておきたいと思います。1行入力ができたので改行して歌詞の続きを入力しましょう。なお、文字数が合っていれば改行しなくても大丈夫です。次はミファソラソファミですね。続いてドドドドなのでドが4回です。休符の部分は歌詞を入力する必要はありません。休符は飛ばして歌詞を書きましょう。最後の歌詞はドドレレミミファファミレドです。入力が終わったら OK ボタンを押しましょう。すると自動的に歌詞を割り振ってくれます。歌詞の表示が変わったことがお分かりいただけるでしょうか。最初から再生して聞いてみましょう。ドレミファミレドミファソラソファミドドドドドドレレミミファファミレド。見事に歌詞がついたカエルの合唱が出来上がりました。このように音楽の知識がなくても、そして鍵盤が弾けなくても、マウスを使って音を入力していくことでボーカロイドを歌わせることができます。歌詞は1文字ずつ入力することもできます。1文字ずつ入力したい場合は、入力したい音を選択して歌詞の部分をダブルクリックしましょう。ウィンドウが開きますので、1文字ずつ歌詞を入力してください。入力できたら保存をしておきましょう。保存は一般的なソフトウェアと同じで、ファイルメニューから保存を選択することで保存ができます。名前をつけていない場合は好きな名前をつけて保存をしておきましょう。ここではカエルの合唱第1回という名前をつけておきます。名前を入力したら保存をクリックしてください。次回の動画では入力したデータの調整をしていきたいと思います。非常に楽しい部分になりますので、ぜひ次の動画も見てみてください。それではまたお会いしましょう。